スポーツファンの皆さんこんばんは亀山勤ですこんばんは n b a アナウンサーの亀井真亮ですはいそして今日の亀友はこんばんは作家の山田貴道ですよろしくお願いしますお願いします阪神ファンの山田さんそして亀山さんに早速メールが届いてますはい。三重県は四日市市の高橋さんという男性の方です亀山さん山田さんスワローズに連敗ゲーム差1に縮まりましたこの時期毎年恒例あれの始まりでしょうか <laughs> なんとか8月までは持ちこたえましたが9月に入ったとたんあれよあれよという間に B クラスまで転がり落ちていく阪神タイガースが見えるようで怖くて怖くて仕方がないんですが今年は違いますかねと阪神ファンの方からいたただきましたうん B クラスはないと思うんですけどねまあ B はないです、ねはい、ただね、毎年恒例このシーズン秋の訪れとともに始まるわけですよ。はい ただまあ甲子園帰ってきて初戦ね私も昼間はもうプイプイのドッジボールでもう体バキバキになって筋肉痛でリベンジマッチドッジボールもう解説させてもらってで完封で藤波君金曜日こら勢いついたぞと帰りし山田さんに追って息子さんデビュー戦ちょうど甲子園に山田さんお子さんと一緒にいらしてたんですけどちびの初甲子園初甲子園デビュー戦それがね 藤君の登板試合で、うん、な,なおかつ藤浪のもう今季最高というかプロ野球入ってから最高のピッチングみたいな。ね、本人はまだちっちっゃいですから キキャャーー言ってただけですけれどもでも大人になってからお前の甲子園デビュー戦は藤浪のすごいいいピッチングの日だったんだよと言えますもんね言えますよ僕が野球場デビュー戦はなぜか西宮球場なんですけど西宮球場で山沖さんの慶応負けなんですよねブレーブス阪急ブレーブスなほど。それに比べたらそれに比べちゃったら山沖さん失礼ですけどでもでもうちのチビは持っとるなとほんで帰り際 たまたま駅まで歩いてたら亀山さんとばったり会ってその日解説で「最高の試合見ましたね」言うてテンション上がって息子さん抱いてあってください言うたらもういきなり「ガオー!」って泣いてましたいやね「ガオー!」なんか勢いあるな思ったんですけどねそれがいいねあの勝ち方は結構勢いがつく勝ち方最高の勝ち方ですもんね打つべき人も打ちましたしねそうですね もあるんですけど、ええ、他のチームをやってしもとるからなん、ね、とも言えないですよね、うん、まあジャイアンツ絡んできてますけどカープかと言われていながら結局スワローズが上がってきたりとかまだわかりませんスワローズまでこの四球団ですよカープ含めて、うん、まだわかんないですよ、はい、で、うん、あとタイガースにしてみればこの四球団はどこも怖いですよねえなんでジャイアンツ絡んできたの ここでお詫びがございます。<laughs> 中日ドラゴンズが、えー、ジャイアンツに三連敗したのか。三連敗したから絡んできたんでしょ。いやびっくりしたわ。ジャイアンツ強いね。やられたわ。そういう問題だ。五ゼロからまさか同点で逆転しんどらんね巨人ね。<laughs> いや怖い。いね、一緒報いてよ。起こさないでよ。 <laughs> いや最後1個は勝てると思ったんですけどまあ若松もねさすがにそろそろやられるわ。あの秋の訪れとともにね <laughs> タイガースの大失速っていうのは、まあ、一つの恒例みたいなファンの中ではねあるあるみたいになってますけれどもね、はい、あの秋の訪れとともにジャイアンツが牙をむき出すというのも結構恒例なんですよね。うんまあ、まあね今年はないと思ってたんですよっていうのはあまりにもね先週も言ってたんですけど亀山さんと、はい、オーダーいじりすぎってこのいじりすぎが結局固定しないまま 悪い方に来ちゃってると競争というよりは固まらないままそれでもねポツポツ打ち寄るでしょちゃんといいとこでね片岡とかね村田とかねここでみんな苦しんでたのがここで打つかってところで打ち寄るんですよそうですねただまあこれも言わしていただくと前回も言いましたがジャイアンツファンの方は怒るかもしれませんがあくまでもドームのゲームなんですよなるほどドームでよく打つんですあそこははいはいはい 外行ったらそうでもないのでそこでしっかりと叩くという作業しないとだめですよね。ペナントレースとすれば全体としてまだまだ楽しめるのがセ・リーグですからパ・リーグはもうね決まっちゃってますからこういったら怒られますけど強すぎるところがありますからね。さっきの金村さんの話じゃないですけどホークスは何やってても強いですからね当にいやだって日本ハムだって弱いわけじゃないですよ今年し。ね。 大谷君がんが、あんだけ踏ん張って、ね。そう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 。うん、だってクリアップもしっかりしてますし。そうですね。ただ、ちょっとね。強すぎす、ね。ただ、まあ、ほんま、これ、から先はもうタイガースだけじゃなくて、どの球団もそうですけど。はい。その、息継ぎした方が負け、うん。勝ちたいで執念が強いとか勝つ。うん、はい。あとはもうベンチワーク。そう。間違えたとこが落ちていきます。ああ<ー>。なんか、後手後手を踏んだとこが落ちていくような気がするんですよね。うん、もう、あと残り三十試合。はい。三十試合切ってます。 切ってるでしょ。切ってるでしょうね。もうだってラストスパートですもんね。よく他のスポーツの話で出るのが、結局最後は根性ですと。先週のシンクロのね、愛ちゃんもそうでした。あき愛ちゃんもそうでしたけど。野球も最終的には根性みたいなとこありますが、大勢でやってますけど。そうですね。はい。気持ちですよね。もうここまで。優勝しましょう。強いところが勝つでしょうね。うん。 さあ今日もあなたからのメッセージお待ちしております気合の入ったメッセージ悩み心配事何でも結構です亀友アットマーク mbs 1179.com 亀友アットマーク mbs 1179.com 野球サッカーその他のスポーツ何でも結構です亀友スポーツマンデーまでメッセージをお願いいたします番組の公式ホームページにもメールの送信フォームがありますまたホームページではウェブラジオの展開も行っています聞き逃してしまったという方および関西圏外の方 パソコンなどでホームページでウェブラジオでも番組全編お楽しみいただけます、はい、さあそしてもう一つ今日は番組からお詫びがあります、はい、先週番組特製のふりかけをプレゼントさせていただいたんですがお送りさせていただいた商品の中に番組スタッフの不手際によりまして賞味期限切れのものがありました 受け取られた皆様そして製造元の鍵商さんには大変ご迷惑をおかけしてしまいました慎んでお詫び申し上げます申し訳ありませんでしたはい失礼しましたそれでは C までよろしくお願いします亀友スポーツマンデーこの番組はこだわりの注文住宅山田 SYL ホームの提供でお送りします最初のコーナーは亀友スポーツジャーナルスポーツに関する様々な話題について今週の亀友作家の山田孝道さんそして亀山勤さんと話をしてまいります、はい、まずはこちらから ネットを続くプロ野球タイガースはマツダスタジアムでのカープ3連戦を1試合中止の後2連敗甲子園に戻ってきてのスワローズ戦は1勝2敗として1週間では1勝4敗の成績でした2位はヤクルトスワローズ1ゲーム差となっています一方パ・リーグオリックスバファローズはイーグルスマリーンズと対戦して2勝4敗パ・リーグ首位のホークスは優勝へのマジックナンバーを18としています オープニングでも出ました山田さんがお子さんと一緒に行っていたそして亀山さんは解説をしてくださっていました、はい、金曜日28日の甲子園ヤクルトとの初戦でした、うん、9対0で藤浪投手が今シーズン3度目の完封勝利でした、はい、リーグトップタイの11勝目に上がったということですよね。アーフォアボール 三塁を踏ませないまあほぼ完璧な投球でした、うん、で、9点リードの9回2アウトえ藤波投手はスワローズ山田に対してオールストレートで三振を狙いに来ました、うん、4球全てが腕を振った150キロ超え最後は外角高めの154キロでショートゴロに仕留めました余裕がありましたし 相手がまっすぐを狙っている中で今後は三振を取れるようにしたいですねということだったそうです、うん、で、対戦相手のスワローズのバッターの話も入ってきています新聞の取材に対して畠山選手彼ほどの投手だとこっちがどうこう言う話じゃない向こうの出来次第の部分があると話し近くにいた大引き選手にナあビッキーと振ると大引き選手ももうダルビッシュみたいでしたねというほどだったということです、うん、はい 間近で球場でご覧になっていた山田さん、はい、やっぱりすごかったですかこのいやすごかったですね、うん、あの後半にバタつくとこがなかったですよね、うん、本当にスイスイというんですかね、うん、なんかあのー、完封勝利の場合ね、はい、8回9回ヒヤヒヤしながらなんとか完封したらよかったねっていうパターンでは周りではあるんですけれども、はい、本当にそれがないだからこのまま10回11回まで投げてもそのままいけるんちゃうかっていうぐらいの出来を感じました、ね、うそうですね、うん 僕、も近近くでででで見てたんんんすすすよ <laughs> 何った山さのがい僕アルプスで見てましたから <laughs>、あのー、1年目、2年目だと大事に使ってたということもありましたが6回とかそれこそ7回ぐらいになるとひゅーっと尻すぼみになっちゃうパターンだったんですが、うん、たくましくなってきてるんでしょうか藤波投手は。もうなんせね、まっすぐ、スライダー、カットこの3種類がもう抜群だったですね。<ー>だかからボールが少なかったです なるほどいわゆるストライクボールのボールです、ねうん、そうですね荒れるんですけど荒れなかったですね、うんまあ、ポンポンとストライク取れるもんだからすごく省エネ投球っていうのかなそのパワープレーだけパワーピッチャーという感じのイメージが強いですけど<え>そうじゃなくてこう緩急 うまくこう使いながら、投げれてたなっていう感じがしましたね。あのずっとその課題とされてた、その例えば、体が開くであったりとかね。体が開いて横振りになってしまって、シュート回転してしまう悪癖であったり、百球超えたあたりから鳴るであったりね、言われてきたじゃないですか。あと、その前田健太投手、まあ、弟子入りみたいな形をして、そのいわゆるちょっと脱力投法っていうんですかね。そういう課題はずっと、まあ、まあ、まあ、去年から言われてた中で、その完成度っていう意味で言うと。どこ。ぐ いやだからこの前のピッチングが3回4回続けばもうほぼ100に近いところに来ると思うんですよ。うんうん、だただこんな感じやっていうの今手応えで感じたところなのであとこれが継続できるからがプロの世界ですからね。うん、つまりあの例えば我々阪神ファンが望んでる最高の空だったらやっぱ。 ダルビッシュ投,、はい、投手であったり、田中将大投手であったり、まあ、日本で言えば前田健太投手であったりっていう、はい、あの域にいってほしいんですよね、そ,ねそして、あの域をなんやったら超えてほしいんですよね。はい、じゃあ、あの域に到達するためには、やはりこれの安定感ですか、これが求められるの、ね、はい。はあ、今、7割ぐらいのイメージですね、僕はね。ななるほどなるほほどど、はいうん あとは悪かったら悪になりにっていうのもやらなきゃいけませんので超一流のピッチャーにはそれがありますもんね。うねはい。うん、そしてこの28日のゲームスタメンに復帰したのが上本選手でした。8月4日のカープ戦の守備で負傷して、えー、左上前腸骨曲。 左上前帳、黒極、まあ、要は左の腰骨ですよね、はい、ここを折ってたんですが、えー、1か月経たずに復帰できたということです。うん、で、上本選手の穴を埋めていた形になる大和選手、8月には2回猛打賞ということで、この、まあ、手持ちの選手のカードが増えてきたというのは嬉しいことなんですが、使い方も含めてどうなるかという話題です。上本選手元気そううでしたよねいやもも全然で多少痛みがあっても それはもうこっから先はあそうかそうかそうか。オリンピックじゃないけど参加しないとまあ、うん、<laughs> でも腰いい腰を怪我したわりに、はい、あの例のごとくいつものようにあのくねくねした独特のバッティングホームはね健在でしたからねまあまあ守備でやってた箇所ですからね普通 <laughs> は大丈夫かもしれない、ね、相変わらずくねくねしてましたよ さあ、そして土日のお題に行きましょう。ビッグイニングを作られました。二十九日の甲子園は結果、えー、スワローズに八対四で敗れました。そして昨日の日曜日は十一対八というスコアです。えー、土曜日のゲームは八回に五失点、そして日曜日のゲームは四回に七失点とそれぞれ大量得点を食らってという形となっています。うんあの川端そして山田というところが、うん 一層目覚めさせちゃったかなというふうにも見えるんですが亀山さん確かにね、うん、それでもタイガースファンの気持ちがよくわかりました僕はテレビで見てたんですけどはい、はい、その瞬間に、はい、あのバレーボールとセリクニチャンネルやっぱ行きました、ね、<laughs> <laughs> あ分かるでもそれ、ね、見,見られないともう見,れ見るに耐えない言たらあかんのですけど 僕そういう時ってチャンネルもうテレビ消してね YouTube で名場面見るんですなるほど昔の逃避ですか逃避ですしかももうえらい昔の掛布選手大活躍スペシャルみたいな僕は逃避じゃないですよの競技も見なあかんと思っチャンネルを消すだけなのでいやでもあんまり負ける時はタイガース今年の特徴ですけど負ける時はきっちりチーム防御率を悪くする負け方しままあまあまあ負ける時は潔く負けていいんですけど 昨日の負け方がねもったいないな感じがしますねこれメッセンジャー投手もそうだったんですけど、はい、まあここのところ、うん、その今までいいピッチングしてたピッチャーが終盤になって急に捕まって、はい、大量失点というパターンがそのちょっと前だとジャイアンツ戦の能見投手もありましたよねこれってね。 どうどういうことなんですか急に、ね、バッター亀、まあ、山さん野手でしたけれども、はい、バッターの目から見ても、うん、今までも抜群のピッチングされてたピッチャーがね、はい、急にこのイニングになって打ちやすくなってるとかあるんですかいやだからもう一つの,その配球とかのパターンをここだけ狙おうとか指示が出て打ってるかもしれませんしね。スカウティングが一巡してこ,うもうこのボールだけとか。 ハマっちゃうと。それがハマることっていうのはやっぱりあるわけですね,ね。現にドラゴンさんが五点の後と五点取られたときも、ほぼまっすぐ狙いで行かれてるわけですよ。<laughs> もう要するにチームとして徹底している。はいだからこれはもうキャッチャーだけの責任じゃないですけど、投げてるピッチャーは変えれませんので、目先変える方法として配球出す方を変えるっていうのを人の手なんですよね。ああ<ー>、こういう対策の。はい。でもね、でもね。 これってねもう例えばメッセンジャーとか能見投手クラスのピッチャーだとも経験も豊富なわけじゃないですか、はい、そういうピッチャーがもう完璧にその前まで抑えてたとするじゃないですか。うんはい そうしたらランナーを1人2人3人ってたまっていったり、はい、あるいは1点ぐらい取られてもなんとかしのげるやろうってやっぱ思ってしまいますよね、はい、ここのね見極めってどこで見極めればいいんですかこれは大洪水になるぞと、うん、難しいですが昨日のゲームでも4回まで一1点勝ってたんですよね。ノーアアウウトト満塁からツーアウトまででぎつけけたんですけれども大引き選手に 三塁打たれて逆転と、はい、だからまさにこらえられるかなっていうギリギリのところでやられちゃった、うん、そうですよね要するに系統のタイミングってやつですよねこういうことになると絶対、あのー、居酒屋でね、はい、管をまいた阪神ファンが系投のタイミングについて語るわけですよみな確かなここで買えときゃよかったよよかったと、うん、皆さん見事な結果論で語るんですよ、うん、でも実際そのプロの目から見た時に、はい それを事前に察知するっていうのは、昨日の岩崎君に関しては、まだ早いですもんね。うん、岩崎君がだいぶでしたよ。だから、あそこはもう、岩崎というピッチャーが。今年一年間、ローテーションに回ってない、脆さが出ましたよね。はい、で、また、ここんとこ、岩崎君が、ちょっと調子が、まあ、まあ、良かったっていうのもありました。よね、はいはい、そうですね。ただ、まあ、その、一球ってやっぱり重くなってくるんですよね。ここから先はどんどん。うん メッセンジャーに関しては、はい、メッセンジャーです。のあっという間にひっくり返ったので、あの8回は何とも言えない。何を。たんだろうって思うぐらい、うんうん。だからまあ、それを、これも結果論になるんでね。後やとなんぼでも見えるわってまあま,あまあ、まあ、後出しやから、うん、それもう一つ前とか、うんうん。あのタイミングでも。リードした時点で。前の試合使ってないわけだから。投入していくとか。<ー>後ろ、ね、浪投手の完封があったわけですから。うん、まあリリーフが休んでます。七、はい、イニング投げて、一点リード。もうここでスパッと。 リリーフに繋ぐっていうっ,ってのもも一一つつやたかしれませんねだからひょっとしたらその3戦目の岩崎のとこで突っ込まなあかんかなって思ってしまったかもしれないし、うん、でもそれまあまあまあこれはねもう、あのー、僕それが後手やと思うんですよな、ね、るほどだからなんかね先のことを考えて実はそれは後手を踏んでるんだっていうことですね、うん、分かんないですよ、うん、和田監督もしかしたら、あのー、ご飯食べる時に一番好きなものを最後に残すタイプちゃうかなみたいな。 残ししすぎてて美味くくなくなってるなだって狩野選手を代打狩野選手使えずに終わったりとか割かしあるじゃないですか最後に残してる一切れ美味しいとんかつを横からジャイアンに取られる,、ね、取られるみたいな <laughs> まさにジャイアン焼き肉行ってあそれ俺で育ててたのにっていうパターンあるじゃないですか取るなよって一番いいウェルダンにしてたかのにっていう。<laughs>

金土日と名古屋ドームでドラゴンズ三連戦が待ってますお,、うん、お願いしますもんいやこればっかりやってみてわからんでね本当に <laughs> <laughs> なんとなに嬉しそうな顔してるんですかいやわからんでね本当に <laughs> いやだけど本当にこれねまあ金メさんにも悪いけどドラゴンズさんにも悪いけどこの三つパシッと取れれば、うん、まだまだこの上の方で十分君臨、うん、できるので,で取りこぼしが一番怖いですよねそうですねやっぱ階級団にねはいうん。 ドラゴンズもキャッチャーがもう桂と杉山っていう若い2人なのでさっきの亀山さんの話じゃないですけどリードではまるともう抜け出せないんですよ、うん、中日もやっぱり取られ出すと止まらない面があるのではい、はい、そこにうまくタイガース打線がつけ込めるかどうかっていうところがあると思いますね大野、うん、雄大が来たら分かんないですよ今年はねタイガース同じピッチャーにねやられるというのがありますからちょっと頑張ってほしいです、ね、だけどまあまあ、あのー、セ・リーグは面白くなりました。ジャイアンツはい 山でスワローズと戦います。ジャイアンツは菅野、スワローズは石川と予告先発発表されています。うん、オリックスパリーに参りましょう。正式に退任休養中でした。森脇宏監督が8月31日付で退任。 えー、明日9月1日からシニアアドバイザーの職に就任すると発表がありました契約は来年の10月31日までだそうです、うん、で、福良監督代行は現職にとどまり今シーズンの終了までは代行の肩書きで指揮を取られるということだそうです、はい、瀬戸山球団本部長はシニアアドバイザーの役割についてチーム強化のため対処交渉からアドバイスをいただくものですと説明されています、うん、まあ森脇さんといえば名 GM として有名だった根本さんそしてホークスの王さんの下で働いたご経験をお持ちということでうん、うん、まあチームを支える影からバックアップするという役割でこれからオリックスの一員として引き続き活動されるということだそうですはい。えー、オリックスですが明日からコボスタミヤグで楽天戦ですオリックスは予告先発金子そして楽天はのりもととローテーション通りで発表されています、はい、でその楽天なんですが 大久保監督が成績不振の責任を取って今シーズン限りで辞任の意向辞任の意向を固めたということが伝えられています球団側は異流の方針だということです、はい、大久保さん自身は今シーズン残り試合に全力を尽くすということを表明されていますが、えー、ファンの方に感想を聞いたという記事がありまして、うん、29日のコボスタスタジアムコボスタ宮城 47歳、会社員の方来シーズンも大久保さんの采配見たい気もしますが成績不振などで薄々うす G もあるかなと思っていましたただ、銀次や藤田和也など主力の途中離脱外国人選手の不振など戦力が整わない中で頑張っていると思います。うん、41歳主婦話が出たことは残念でですシーズン中の今じゃなくていいでしょう 今シーズンの戦いが次につながればもう1年続けてもいいんじゃないでしょうか22歳大学生の方三木谷オーナーを含めチームと低迷の責任がどこにあるのかわからないなんだかかわいそうですという話もありましたただ55歳の会社員の方はもっと早く辞めるんじゃないかと思ってました現在の成績を見れば仕方ないですよという風うに厳しい意見もないことはないということです、うん、まあ、難しいですよね種をやり水をまき目が出てっていう状況で言うと うんね、完全に自分が掌握できているチームであればまだしもこれはもうどういう判断するかもうそうそれぞれなんで一、うん、中間管理職みたいな監督職であるということがまあ一部報道で出てましまう、ね、と、はい、オーナーとの板挟みになって苦しんでおられるという話も伝えられてはいますがでもこれね僕いつも思うんですけどね、はいあのー、大久保監督ね1年契約じゃないですかそもそも1年契約だったんですよ。うんはい だからこれね辞任辞任って言ってますけどねこれ契約満了ですよ、ね、ああなるほどね。うん、だからあのすごい言葉の細かいことですけども、はい、なんかこの話だと、あのー、来年も続けるうんぬんとか言ってるじゃない来年も続ければよかったとか、はい、続けてほしい続ける余地はあるんじゃないかとかうん、うん、でもそもそも1年契約でその契約が満了して、えー、更新をするかしないかでするつもりはないと。 いうことですから。なるほどね。うんだからね、あのあそんな悪い話でもないんですよね。ちゃんと契約満了してます。はい。<laughs> 変わってまいりましょう。世界陸上です。ボルト二大会連続三冠を達成。 世界陸上8日目男子 400m リレーの決勝でジャマイカのウサイン・ボルト要するジャマイカチーム4連覇を果たしましたボルトは男子の 100m200m と合わせて史上初2大会連続の三冠達成世界選手権の金メダルの数も大会最多の11個となっていますうん。 ボルトはすごいね。すごいね。すごいで言うと人柄もすごいんだなっていう記事が出てました。はい、男子200メートルで優勝したボルト、ウィーニングランの最中に後ろから来たテレビカメラマンが乗るセグウェー。あれね。 <laughs> 転倒に巻き込まれてふくらはぎでしたかね足に傷を負ってしまいました、うん、大事には至らず記者会見でライバルのガトリンがカメラマン雇って仕組んでんじゃないのとジョークを飛ばし <laughs>、うん、でその場にいたガトリンも怪我しなかったってじゃあ彼に渡したお金返してもらわなきゃとジョークで応じたということで、うん、まあ一流選手同士のユーモアーで,やれてすですらね。決勝ののメダルの授与式が行われた直後 普段のカメラマンがボルトにプレゼントのリストバンドを手渡しまして改めて謝罪をしましたところボルトは嬉しそうな表情2人は握手を交わして記念撮影までしたとといううことだそうです<ー>うん結果的にカメラマンラッキーですよね。 記念撮影してもらえた、ね、<laughs> 軽い気がで済んだからよかったなと思うんですいい人ですね <laughs> ボルトねや,やっぱり気候が伝えられてますけどやっぱり器の大きい偉大なアスリートだったということが改めて紳士、まあ、たれというねやっぱり一流プレーヤーはーまあまあそうですよねはい、はい、で日本チームなんですが残念ながらメダル2入賞6の目標には及びませんでした男子競歩5 0キロの谷井選手が取った銅メダル1 ここに入賞が三つということです、えー。原田陸連協会委員長は。 期待された中で大変申し訳ないしっかり強化委員会で今回の戦略を精査したいと厳しく受け止めているということです、えー、短距離の種目などで準決勝や決勝の通過ラインがそう、えー、想定したレベルよりも高かったと指摘しています世界的なレベルが高くなってきている軌道修正していかないといけないと強化方針を再検討する考えも示しています昨日の女子のマラソンもそうだったんですけど、うん ペース上げ出すともうスピードで日本人選手ついていけないんですよ、短距離も中距長距離も。だからアフリカ勢、もともと身体能力の優れている人たちがさらに戦略性も備えているのがマラソンの世界で短距離もしかりというふうに言われてんか日本人はやっぱ道具使うスポーツの方が強いですね、ほう確かにね。 ねうん、やっぱ生身の肉体のフィジカルとフィジカルのぶつかり合いになるとどうしてもこれは勝てなないのかなうん、うん、競歩、そうですねスピードじゃなくてテクニックの世界ですも,ん、ね競歩もね、か,から競歩,が強い競歩で勝てるっていうのもそそういうういことなんでしょうけども、はいうん、でその男子50キロ競歩の決勝でこんな事件がありました今シーズン世界ランク1位のマテイ・トス選手スロバキアの選手が優勝したんですが。はい レース後半になると帽子を取ってスピードを上げペース上げてきたなスパートかけたなと思ったんですが30キロを迎えたところでトイレの小屋に入り込みました、はい、25秒ぐらいロスしたかもしれませんが結果楽になりましたね心拍も整いましたし、うん、スロバキア母国の小さな応援団が声援を送ってくれたことも力になりました。 トイレに駆け込んで確かにロスをつけしたんですが2位に大差をつける圧勝となりました3時間40分32秒ただ競歩に限っては50キロという長丁場トイレに選手が行くことはたまにあるんだそうですうでコースの外に出てしまえばそこからは走っても違反にならないんだそうですトイレまでは <laughs>、はい、コース内はあくまで歩かなきゃいけないんですが外に出たら走ってもよしということだそうです でマラソンの世界でもトイレ伝説というのがありましてアメリカの往年の名ランナーフランク・ショータ古い話ですが1973年琵琶湖毎日マラソンに出た時に途中で大きい方がししたたくなりまどうするか沿道で振られていた応援用の小旗を何枚か引きちぎってコースの外へ、うん、でおそらく草むらかどっかだったらしいんですけど、うん、さっと用を足しまして レースに復帰。その後、コースレコードを更新して優勝までした。ということだそうです。<laughs> すごいですね。神がないでその小畑に目つけたっていう。その起点もすごいなと思うんですけどね。必死やったのに神らしきものを必死に探したんでしょうね。振 <laughs> られてる。こる。あれでいいじゃん。みたいな <laughs> あれだよ。で。 その2年前、別の大会でもショーターは途中で用を足して優勝しているということで、経験済みだったということですショーター選手からしたら、応援の旗に見えなかったでしょうね、神、ほら、神って見えた、神あるよっていう、プロ野球でもありまして、似たような事件が、1998年、オリックス対ダイエーの試合、スタメンで4番 DH、あのオリックスのトロイ・ニール、試合前に腹痛を患いまして、ゲリアオートまで。 でプレーボール直前当時の大木監督が審判に対してちょっとスタメン変えてくれやというふうに申し出たんですが、うんうん、相手の王監督もいいですよと言ったんですが、うん、試合開始直前メンバー表交換後の変更は認められないと記録員から指摘がありましてしょうがないから1回は打席に立たせようということになりました。うんうん、もうう病院に向かう準備をしていたニールですが 痛むお腹を抱えたままバッターボックス顔もげっそりしていたそうなんですがもう何でもいいか早く終わってくれと振ったバットがホームランになってしまいました、うん、いつもならゆっくり歩くところこの日ばかりは全力疾走ででを回ってそそのまま病院へ直行したんだそうですう有名なニールのトイレホームラン <laughs> そうこれあのー。 ベンチで出迎えてくれている味方の選手たちのハイタッチを。はい、あの思いっきりしかとして、ベンチ裏に消えていったんですよね。あ,あ、そうなの。<ー>ギリギリだったんですね。本当もうほんとそのままトイレに直行していったっていうね。<laughs> <laughs> よくあの、ちょっとぐらい怪我してた方が、力が抜けていいんですよっていう解説が昔からありますけど。 こういうこともあるんです。まあまあ無心だったんでしょうね。まさにそれ以外考えられないということだそうです。なるほどね。これ一度引き目で変え大体行けないのかな。ダメなんですって。ダメなの。はい。で一回を満了するかなんかでもオッケーなんですけども確かにねトロエニールの場合あのー。 打1回、えー、と表か裏かどっちかに、はい、打席回ってきたからで得点圏にランナーいたんですよなるほど得点圏にランナーがいた状態で4番ニールに打席が回ってきてここはもう打席に入らなきゃいけないんですよねはあはあははあ、で多分なんですけどニールはもうクソボールでも何でもいいから3回振ってアウトになろうとしてたんじゃないかなって、うん、はあ、はあ、野球えパ・リーグだからかなはい、はい、1回の表裏は出なきゃいけないってことかな えっとおそらくなんですけど、偵察メンバーって昔あったでしょ？えっとこれね、DH やからです。あ、DH、そうなんです、そうなんです。あのね、そう、そう、偵察メンバーは OK なんですけど、DH として出場する場合は一回は満了しなきゃいけないんですよ。はは、指名打者だなるほど、だパから。パリーグだから、普通にすぐメンバー中選すればやりまありますよね。なるほどね、そういか、へえ、すみませんね、あんまりあき詳しくない変わってまいりましょう。サッカーです。 開幕3連勝日本代表のミッドフィールダー香川真司選手が所属するブンデスリーガードルトムンとホームでヘルタ・ベルリンと対戦し3対1で勝ちましたフル市場の香川選手前半27分の先制点アシストも含めて全3得点に絡む活躍自身の公式戦4連続ゴールはなりませんでしたが開幕3連勝に大きく貢献していますうん 調子上げてきてます確かに香川選手、うん、で、同じドイツのブンデスリーガで言いますと元 FC 東京で今シーズンから岡崎選手に代わってマインツに所属することになりました武藤義則選手がブンデスリーガ初ゴールを含む2得点を挙げまして第3節の香川選手と並んでベスト11に選ばれたということです、はい、やっぱりきっかけって大事ですよね特に香川選手の場合はメンタルの切り替えが重要です、はい 俺調子いい上がってきてるって思ったらもういけるみたいですね、うん、例えば確かに武藤選手の方がこう 結構映像とかでニュースにはなってましたよね採点も非常にいいということで専門誌などの武藤選手も香川選手も、うん、動きもかなり効果的に良くなっているということみたいです一方日本のサッカーでは天皇杯の一回戦が行われましてモリスさんがアンパサダを務める J2 のセレッソ大阪は JFL の FC 大阪と対戦し 一対二で敗れて初戦で姿を消してしまいましたいわゆる日程の関係もありまして山口ホタル選手らを温存して先発九人を変更して望んだアウトオリ監督だったんですが残念ながら普段試乗機会の少ない選手たち力が及ばず一対二で敗れるという結果になってしまったということですううもう一ついきましょうバレーボールストレート勝ち リオデジャネイロオリンピックへの使用権をかけたバレーボールのワールドカップ女子大会6日目が行われ世界ランク現在4位の日本は23位の南米代表ペルーと対戦しストレートで勝って4連勝通算では5勝1敗勝ち点を15まで積み上げ3位をキープしています。 現時点で1位がロシア2位アメリカ3位日本4位中国5位セルビアということです2位までに入ればオリンピックへ自動出場ということでぜひ2位に入ってほしいということなんですがテレビで他局ですが放送さ,されています解説があの男子の河合俊一さんとうん、うん、女子が亀友の竹下義恵さん。はい、両方ダブル解説やってるわけなんですが、ええ コンビネーションが面白いなと思ってるんですよ。ああ、なるほど。河合さん、熱いんですよ、基本的に。ああ、いいですよ。ええ、すごい。みたいな感じで。<laughs> その松岡修造系のね。で、竹下さんが非常に冷静で、一つ一歩遅れて、後から、ここすごく上手に拾ってますよとか。このトス、非常にいいですよね。ここのポイントがっていう。この、どっちかだけじゃなくて、二人いるっていうのがね。 他局ですか、なかなか面白いなと思って見てます。あの、なんやったら、河合俊一さんより声低いかもしれないです。たけしさんの方が。トーン的には。トーン的にはね、だから、イケイケのアタッカーと、全体の視野を広く見る。セッターっていう、やっぱりこのポジションの違いかもしれませんね。野球で言ったら、ミスターと、野村さんが一緒に解説。すまあまあ、そういう感じとも。あ、耳面白いですよね。それって、違う視点が見れますもんね。確かに、亀尾さんおっしゃったように。 アタッカーとセッターが両方いるから話が立体的で面白いんですよねどっちかだけじゃないから、はい、戦術だけじゃなくて乗ってる選手の,そのゲームの流れみたいなのはいんやっぱりすごいんですよでもこれ確かに解説者って、はい、2>, あの2人とか3人とか揃う時たまにあるじゃないですか、はい、大きなこういうビッグマッチとかになってから、はい、確かにタイプの違う人たちが揃った方が面白いですね。別にに放送に文句言うわけじゃないですよ、はい、僕らがやっててこうあ <laughs> 落ち着くくななと思うのはさっきも言いいままししたけど僕あんんり野球詳でだから打つ方とか外野とか走塁とかっていう部分に関してはいけるけどピッチャー信じとか聞きたい時あるんですよね。ってなったらピッチャーだったりとかキャッチャーの方だとキャッチャーに配球聞いたりっていうのを我々から聞くのも一つなのでもともとどのポジションだったかっていうのがバラバラの解説の方が面白くてだから意外にね前ね あの何年か前に清原選手と新庄選手清原さんと新庄さんの引退されてからねダブル解説ってあったんですオールスターねオールスターであの意外にね二人とももちろん豪華ですけど豪華ですけど二人ともふざけすぎててねそうですねうんやっぱバッター同士とか俺が俺がになってしまういで二人とも花形タイプやからそうなんスターだから割と天然トークですもねそこはね華やかでいいことはいいんですけどねオールスターとかだからねうでね もう一ついけるかなこのニュースですオリンピック三連覇引退柔道男子60キロ級でオリンピック三連覇を果たし29日現役最後の試合を戦った野村忠博選手40歳が今日大阪市内で会見を行いました選手の放送ラストでご紹介しましたが今日会見です心の限界と体の限界自分はどの限界を感じて引退するのかと考えたこともありましたが 自分には心の限界はないと思いました現実的に体の限界だと思いますというふうに語っています、うん、両膝右肩痛め止めの注射や薬を使って本当に体に無理をさせながら試合に臨んでいたということです燃え尽きてないんですねハートはそうですね、うん、すごいなうん、大したもんだよねかっこいいですよねこの人は本当何やってもそう。本当に で一方ボクシングの長谷川穂住選手はファンへメッセージを公式ブログで発信しました悔いなき道を歩むということで、えー、去年の4月 IBF の世界バンタメ級王座に挑戦して TK を負けしたんですが今年5月には再起戦で判定勝ちを収めています、うん、今後も対戦相手が決まれば挑戦していくという意思を表明したということです<ー>そして、えー、亀田光輝選手も 動きがありました、はい、世界ボクシング協会 WBA スーパーフライ級王者の河野航平選手が同級現在2位の亀田航輝選手とのタイトルマッチを10月の16日日本時間では17日アメリカはシカゴで行うと発表がありました、はい、え河野選手は2度目の防衛になるんですが4階級制覇がかかる航輝選手が突然東京都内の記者会見に現れまして。 ちゃんと練習してくださいね今のボクシングじゃ俺に勝てないからと挑発河野チャンプは「さすが亀田君びっくりしたね」と苦笑いしながら「言わせておけばいいよ」と受け流したということで、うん、早くも前哨戦が始ままってます、はいす以上「亀友スポーツジャーナル」でした。 はいえ今日は学校の拘束かっていう記事ですね久々ですサッカーのあのバロテリ君の記事です、はい、リバプールからフルスの AC ミランや紀元月遺跡が決まったフォワードマリオバロテリ選手25歳の契約に中学校の拘束のようなルールが盛り込まれると複数のメディアが報じています、うん、でこのバロテリ君過去にも自宅の花火でボヤ騒ぎユースの選手にダーツを投げたりした問題児だったんですが 生活態度から改める必要があるため奇抜な髪型服装飲酒喫煙禁止<ー>ナイトクラブへは行かないという項目も契約に盛り込まれているんだそうです。うん、でこのバロテリ選手インテル・ミラノ時代 F1 のイタリアグランプリの予選を、まあ、練習のチームのスケジュールがあったんだと思うんですが勝手に訪れていたため。 当時のモーリーニョ監督の約束をすっぽかしたことになりトレーニングには絶対に遅れないという文言も盛り込まれたということです、うん、で AC ミランの副会長はガリアーニさんという方なんですが、はい、こういった条項はイタリアの空軍でも採用されているよねと説明軍隊式にバロテリの少年を叩き直すんだそうです、うん、でそのバロテリさん本人は新聞のインタビューに対して 今、キャリアの前半を終えてこれから後半に向かうように感じている前半ではまだ若者だったが後半は一人の大人としてプレーしていくゼロからの再出発もう何もミスはできないどんな規則でも守るし指示には従うただしサッカーへの情熱エネルギーはあり余っているよ私はまだ終わったわけではないんだと話しているということです。はい、ただ25日の身体検査には 幅やや広めのモヒカン頭で登場しました奇抜というふうに認定されるかどうかはまだ定かではないということではいいい諦めてはいないみたいです <laughs> いろいろと <laughs> まあまあねだからさっきのボルトじゃないけど、うん、一流たるものやっぱりね、うん、人間としてでもしっかりと真摯であれというところで言うと。 そういう年齢に差し掛かって来てるのも事実ですよね。五十五歳。まあ、髪型別にもう悲にしててもいいんですけど。チームの和を乱すような行為はあかん。そのためには服装の乱れは心の乱れ。中学校の制服、拘束みたいなことを言うんだということ。まあ、そういうことでしょうね。まあ、中学校に避けてます。よこれ十分高校でも通用しますよ。これ。いや、本当それでいいと思いますよ。 下手したらあの広岡監督時代の西部ぐらいですね。ああ管理野球はいそれぐらいですね <laughs>、はい、でこと、ね、同様の条項はイタリア空軍いよいよ軍隊式でそこまでせなあかんかっていうことですけど、うん、まあこれはまあバロディ君のために とということでもあるででしょうねもフォワードって割と奔放な発想力みたいなのも必要なポジションで、はい、あんまり縛っていい子ちゃんになるとバロテリの魅力までプレー上の魅力までなくなっちゃうんじゃないかっていうのもちょっと心配なんですよね。あなるほどね甘いですかそれは 甘いでそれでパフォーマンスできないんだったらそれはもう一重じゃないもんなるあと25歳超えたら、はい、あの要するに若いからこそいけたそのフィジカルの部分あるじゃないですかこれ同じノリでねやっていって2530差し掛かっていった時に、うん、短命に終わる場合ありますよ、ね、そうですね飲酒とか喫煙とかって、うん、そうかこっからは節制してより長くプレイできるモードに切り替えようと、うん、なんか若いから無茶できたみたいなんてありません、うん 確かにもそうありますよね年らきちきちっと完全に規則で縛ってやりなさいじゃないと思うんですよただそれぐらい言ってちょうどいいぐらい無茶すぎたとどうせ話6割ぐらいしか聞かんからこれぐらい厳しくしとけと。普通はこう流れてこの流れでこのバルテリ君のコメントを後半からゼロでスタートする。日本だったらまず 頭丸めてきますよね <laughs> あ<ー>ううまだもいかんかいうとこから言ったら <laughs>、うん、極端なとこで言ってまあ7割ぐらいやってくれたらちょうどいいかなっていうただ本当にこのねクラブも彼がサッカーに一生懸命打ち込めば非常に能力が高いことを理解してるからこその判断だと思いますのでまあこれ頑張って頂い,いて。 でちょっと規則違反でったらまず、あ、すぐここで取り上げていきたいと思いますね。<laughs> まあ <laughs>、はいまあ、とりあえずバレット君頑張ってください。はい、以上神谷さんもちょっとカメエンでした。はい、亀友プレゼンツ山田孝道の野球花。 今日の亀友のゲストは作家の山田孝道さんですプロ野球大好きそして阪神タイガース大好きの山田さんにプロ野球のいろんなお話を正面から斜めから時に裏側から語っていただく焼き花のコーナーです今日のお話はこちらですはい今思えば名言集パート2はい 2> 名言書ありました、ね、前回やったんですけれどもはい、はい、まあまあプロ野球で有名な名言っていうのはたくさん残っております、はいあのー、例えばボールが止まって見えただとか月に向かって打てたとかそういうふうにですね歴史に語り継がれては全くいないのだけれども私が勝手に一人だけこれ、うん、今覚えば名言やったなと思うのをですね勝手に選別して紹介していこうという試みで。これでもいい 確かにね今思えば名言だなっていう,こう発掘の役割発掘でございます名言、はい、発掘コーナー語り継がれないこの栄光なき名言みたいなことでございますねすまず1個目 1>、はい、<coughs> これねもう今や今や天下の国民栄誉賞松井秀喜さん松井秀喜さんのですね、はい、現役時代の名言僕が勝手に名言やと思ってるんですけれども、はい、まだルー若手の頃で3年目、はい、プロ3年目の時の名言でね あのー、秋のオフシーズンですね、はい、オ,フオフシーズンにですね、はい、ビシビシ取り締まりますよっていう言葉を残してるんですよこれ何かというとですね、はい、あの松井秀樹が三年目、はい、なぜかですね寮の門限係に指名されてるんですよねはあ お前無理やろとだってあの人そもそもね門限とはちょっと違いますけど遅刻の名人じゃそうです常習犯でしょあのミスチョイスってこういうことを言うんだと一番お前が時間にルーズじゃねえかとはいだけど当時まだ松井選手若いですから血気盛んで一つんか役割をもらったわけですよね寮でああなるほど まだす年目、はい、21歳の世界ですよ、はい、ビシビシ取り締まりますよっていうふうにです、ねはい、やる気を出して言ってるんですけれども、はい、実際どうだったか門限、はいはい、係としての仕事が始まってみると、うん、やっぱりですね松井さんのですね取り締まりはものすごいルーズだったらしくですね寮、はい、生たちにとっては天国だったらしいです。<laughs> いや、それは緩かった。取り締まる立場だったら、絶対その時間にいなきゃだめだからね。そうです、そうです。寝てたらしいですね。遊んでたわけじゃなくて、寝とった。そういうことがもう、あの、多々あったと。いやいや、もう、寝てたって言うしかないや。まあ、まあ、いろいろ何があったかわかりませんよ、それは。はい、もう、今や、もう。俺は、でも、よう言うたら、寮長に。何を。寝てました。絶対飲んでたじゃないですか。屋上でバット振ってました。それは、もう、いうことは決まってます、大体。ちなみに、文言係とか、いたんですか。 いやもう寮長が天候ですよずっとああやっぱ梅本寮長の厳しい天候が、はい、我々われにあの与えられるのは消火隊長という役割ですね消火隊長って何ですか、はい、もしこう火,事火災が起きた場合に <laughs> あのフロア全員に火事だーってこう伝令、ね、する係ですああ防火責任者みたいな、ね、そうそう,そうなるほどね各フロアにね各あ、まあ、まあそれは必要ですよね、はい、なるほど確かに亀山さんが門限係に隠蔽されたみたいなのにちょっと近い部分がこの松井秀喜選手のまあ門限係やったらいけるんじゃない あの気象係は無理だけど起こす係い次いきましょう。皆が大好きな 福本豊さんってました、はいえばやっぱ解説者としての名言多いじゃないですかもうたこ焼きみたいやなと、ね、ゼロ更新のスコアボードを見て言ったり、はい、え試合が遅くなってしまったらあこれから過去が上がる向こうの人帰られへんでとかも <laughs> まあまあたくさんあるじゃないですかそういうのはあるんですけど僕は実は現役時代のこのセリフが好きやなと思うんですが、はい、1972年9月、うん、当時ですね年間盗塁の世界記録 はい、これはメジャーのです、ね、モーリー・ウィリスの104盗塁だったんですが当時の福本選手はこの数に並んでおりまして、はいえー、次の盗塁を決め,れば決めれば年間105盗塁になり、うん、世界新記録になると、はい、もう日本人は注目してるわけですよ。なるほどそういう中で,です、ね、福本さんがあの新聞に言ったのはです、ねはい、105個目の次の盗塁はファンに手を挙げてから、うん、合図してから走りますせと。<laughs> かっはいこれ西宮球場の西宮球場の前に要するに本拠地での試合の前にこの発言をしてるわけです本拠地でやっぱ決めたら世界記録はとだから西宮球場当時あんまりまあお客さんが入っていなかったパ・リーグでしたからね当時のパ・リーグだけどやっぱこうやって注目が集まったここぞとばかりにファンサービスファンに合図してから走るぞだから見に来てくださいねという。 発言やったわけですよエンターテインメントやなエンターテインメントです営業面にも貢献してるすごいただですよこの通りがですね見事に大失敗に終わりましてですねまあ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 実際やったわけですよ走るぞって手挙げたんです手挙げてそして用意ドンで走ったらまあアウトになりますよねさすがにだって盗んでないんですもん盗んでないんですもん そしてですよこの時僕が大好きなのがもう一つありまして、はい、この時に福本さんってあのヘッドスライディング否定論者でで有名な方ですよね足から滑った方が速い、はい、あるいは一塁は駆け抜けた方が早い絶対早いとうん、うん、で怪我するヘッドスライディングなんかするやつはアホやと、はい、今はもう結構アホやとまでは結構解説でおっしゃってますからね。はいはい なんですけど、この時にですね。あの、福本さんですね。ヘッドスライディングでアウトになってるんですよね。<laughs> やってるじゃね。えかでね。僕ね <laughs>、この時の福本さんのセリフが好きなんですよ、はい。言い訳言い訳というか。まあ終わってからの、はい。うん いや必死やったって言ったからやっぱり必死やったらヘッドスライディングするんですよなるほどねこれ亀山さんの理論と全く同じですから僕はあの時必死でしたっておっしゃってますもんね今やオリックスですけど平野選手タイガースにもいました平野選手がもうとにかく必死や僕みたいな小さな選手は大きな選手に勝とうと思ったら必死になるからああいうむ茶なプレーしてまうんですって平野選手よう言うてましたよ福本さんも その気持ち分かってたははずなんです当時ははいはい今解説ではそう言うけど今解説あなたも必死になったら頭から言ってたじゃないですかそうです当時はね <laughs> だからもうやはり福本さんもやはり世界記録を達成されて当時のあの若かった必死やった頃をちょっと忘れておられるのかなと福本さん擁護するわけゃないんですけどはいはい僕もだから雑誌で走り抜ける派かヘッドスライディング派かみたいな。うん 言ってだけどまあ雑誌の対談なんでね、うん、やらなあかんがやりましたけど、うん、福本さんは必死なのは分かるとけどそれだけの一流選手になってそこで怪我して離脱する方が戦力ダウンするという言い方をそそ,方をそれはそうですよね、はい、プロフェッショナルとしてただ福本さんもそこは戦力ダウンよりも必死やった <laughs> 瞬間的にそこまで冷静なことは考えられなくて。<laughs> はいはい 新聞で合図して走るぜって言うてしまった、はい。そううかこれでアウトになだったかな思って <laughs> 頭からわー言って。 アウトになったというですね。非常にでも可愛いエピソードでもあるんですよ。めっちゃ福本さん言いたいな、それ。この話ね。やったことあるみたいですね。あの、ちなみに、あの、これね、ラジオなん、あれですけど、僕証拠の写真持ってますんで。あの、ヘッドスライディングやって、アウトってなってる証拠の写真、僕持ってるんで、まあ、ラジオなんか悲しいんですが。あの、なんか機会があったら、お見せしたいと思います。了解です。じゃ、続きの話、いきましょう。これもね、往年のパリーグの大スターです。えっと、村田兆治。 の現役時代、まさかり長寿と言われますね。はい、現役時代の大投手でございます。すね、ロッテを代表する。はい、もうなんかあのー、昭和生まれの名将男と言われたり、はい、まあガン一徹というかう、ね、パリーグ一筋、ロッテ一筋のイメージがあるじゃないですか。はい、この、えー、村田長司さんがですね、1982年の10月ですね。はいえー、デイリースポーツ新聞紙上にですね、うん、えっと意外なことを言ってるんですね。ほ<う>一度は お客ささんんがたたくさん入るセリーグの人気球団で投げてみたいと<お>村長さんのイメージにあんまりないセリフなんですよ。そうですね、日陰でも常に頑張るみたいなイメージが村長さんにはあるわけですけれども、はい、一度お客さんがたくさん入るセ・リーグの人気球団で投げてみたいというこのね言葉を味わい深い言葉を残しておりまして、うん、実際この年に、えっと、トレード志願をえ ロッテの球団にしているわけです。はい、長年の功績を認めてくれと。はい。まあもし F.A. 権が当時あったら、おそらく F.A. セーターで会おうと。なるオリオンズ一筋じゃなかったかもしれない。そこでですよ。ここで僕好きなんですよ。トレード志願ですよね。はい。どこの球団にロッテにロッテロッテ球団に対してどこの球団に行きたいかみたいな。こう希望をですね新聞で語ってるんです。ほう。その新聞で語ってるそのセリフがですね。はい。移籍するなら。 その前にセリーグの人気球団で投げてみたいって言ってるんですよね。はい、はい。移籍するなら地元の広島に近い阪神がいいな。広島ちゃうんか。なるほど。地元パリーグの人気球団パリーグで、えー、セリーグで投げてみたい、はい、と言ってた人が、はい、移籍するなら地元の広島って言った段階で広島の人たちはゾワゾワゾワって。なるほど。に。 近い阪神がいいなって地元に近いなら広島カープが一番近いですなるほどここにですね、はい、村田長寿さんの僕はこれを可愛げだと思うんですよ人間的なはいじゃそれを言ったんだけどやっぱり最後にあ人がたくさんいるセ・リーグっていうのが流れたんだよ流れたでしょねそ,そ,そのまま広島で降りずにもう一回新幹線乗って新大阪駅まで来てしまった頭の中からねでう,うん ただこのトレードはですね、はい、あの交換要員の折り合いが合わずに、はいえー、ごハさんとなったわけですけれどもでも実際に各球団で具体的に検討するまではいったんです村田兆治取る取らないがあったんです新聞に載りましたからねだからえだから阪神村長が実現してた可能性はありますゼロではなかったんですね可能性はありますただ交換要員が折り合いがつかず当時交換要員として実は取り沙汰さ,されていたのが、うん、えっと

トレードとして格下されていたらしいですけど、やはり折り合いがまあロッテ球団もなかなか出せないでしょう。なるほど。でもたまに厳しいあのオー界全体の括りでも厳しい先輩ですけど、はい、タイガースオーでも直属の先輩ともっと厳しかったんだろうね。そうですね。<laughs> そうですね。ねいやだと思いますよ。あの、うん、ただあのまあ昭和生まれの名将男パリーグ一つに村田長司がそういうことを、うん、若かりし頃はやはり華やかな脚光に憧れてたというのはなんか人間味があって僕は好きな。 言葉なんですよね。まあね。はい。うん。まあ、俺が今知ってる村田調理さんのイメージで言うと、今の情報は聞きたくなかった。<笑><笑>伊藤文みさんじゃないで、ね、そうですそうです。はいはい。伊藤文みたかありがとうございました。焼き花でした。カメトスポーツマンでこの番組はこだわりの注文住宅山田 SBL ホームの提供でお送りしました。 五十八歳姫路の森さん、はい、阪神ファン歴五十年という方でいただきました。ごすごい。阪神の戦いは反面教師みたいなもので、うん、私の人生の肥やしになっております。五十、はい、年ファンですが、優勝はたったの三度。しかし、はい、喜ばせてくれた試合は幾多とあります。うん、選手はみんな優勝を目指して必死にやっています。はい、温かい目で見ましょうというふうに。 ありがとうございますいやもうこれこういう人生の大先輩からのものになってくると悟りの境地にもう達してますね。 応援し続けること自体が美しいんだ。人生の糧になるんだ。なんてこんな勝った負けたでね。一野一中してる自分が未熟なのかってこと今思い知りました。そうですね。一気一中はすると思います。明日も阪神があるからいいじゃないか。ね、大量点取れたから、チャンネル変えるんじゃなくて。他のスポーツは録画でいいじゃないかと。なるほどね。そこに野球があるだけでいいじゃないかと。はい。 さあタイガースはお天気ちょっと心配ですが甲子園でカープとの3連戦です予告先発、阪神は能見投手そしてカープはジョンソンというふうになっています。はい カープも諦めてませんからね。嫌です。ピッチャーがいい。ここから先。ここから先いられ、カープ戦が多いのがちょっと心配ですね。ピッチャーがいいですから、日程も厳しい。はい、前健闘ジョンソンは来ないでほしいですね。まあ、だけど、ここを乗り切ってこその優勝、やっぱりね。まあ、まあ、そうですね。みんな期待してますので。あの、野球があればいいじゃない。もちろん、そうなんですけど。勝つことが名残惜しということですね。まあ、タイガースもオリックスも頑張っていただきたいと思います。 今日は山田さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、今回はこの辺で失礼します。また来週です。さようなら。さようなら。